山野正人1月1日から2012年8月15日は日本の元官僚科学技術事務次官宇宙開発事業団理事長通商産業省にて日本初の民間輸送機 YS-11 の開発事業等航空機の開発行政に従事科学技術庁にて宇宙開発委員会の発足宇宙開発事業団の創設等 主に宇宙開発事業早々期の礎を築くと、共に宇宙開発事業団では、自主技術である、純国産、大型ロケット H2 の打ち上げ成功、国際宇宙ステーション計画の推進等、日本の宇宙開発を欧米先発国と肩を並べるまで導いた、功労者の一人、広島県江田島市出身、呉第一中学校、旧西第六高等学校を経て、 1944年、東京帝国大学第二工学部航空機体学科に入学、終戦により航空機体学科が解体されたため、1947年物理工学科を卒業した。その後、通商産業省に入省、航空機部機科に延べ14年在籍。昭和20年代末期の航空産業再開の頃には、日比谷の米極東空軍司令部に日産して、 米軍機修理の特殊発掘に奔走。昭和30年代初期には赤沢翔一氏とともに和が国初の民間輸送機 YS-11 の開発事業に参画した。宇宙との出会いは1968年科学技術庁宇宙企画課長に就任した時、その後の宇宙開発3時間時代を通じて宇宙開発委員会の発足、 宇宙開発事業団の設立準備、日米宇宙協力協定の締結等、宇宙開発早々期の体制づくりに傍殺された。1981年科学技術事務次官に就任。ベルサイユサミットでの合意に基づく、科学技術協力拡大のための作業部会に、日本政府代表として参加。1983年に退官後、日本 IBM と、 三菱商事の合弁 IT 企業の経営者として転身。1989年宇宙開発事業団理事長に就任。初期の打ち上げ失敗という試練を乗り越えて自主技術による純国産大型ロケット H2 の打ち上げを成功。国際宇宙ステーション計画の推進に尽力した。フワット92では日本人として初めて宇宙に旅立った。 モーリー守ルと無線で更新した。未来に語り継ぐ、メッセージ2012年12月東京大学生産技術研究所編。ありがとうございます。